はい、よろしくお願いします。えー、今回、高校受験対策の趣旨シリーズ第15弾やっていきましょう。で今回、問題7問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解説しながら答え書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 では,ではいつも通り画面下げますのでお待ちくださいよっ,よっつってとっ惜しい、ね、よしじゃあ参りましょうでですよあの前回が一番あ前回は違うから前々回かあの一番にね圧力の計算を持ってきたんですよで今回も一番多分この7問で嫌われるのは一番ですね質量パーセント濃度計算です で、あのー、今回実は伝えたいメッセージがちょっとあって1番に「わ」といやらしいのを持ってきたのまあその計算が入ってる特に女の子とかが嫌うやつね。で例えばさその受験本番の時に、まあ、小文とかで一番最初に「えっ!」っていうのがつまずく瞬間が来るわけ大体いい問題ってのは簡単なのからスタートすることもあるんだけど不意打ちををかかれれて出花をくじかれるんだよねで、そうすると受験本番の時テンパっちゃって全部ガタ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 っていう。 力を出せずに終わるっていうのをたくさん見てきたのそういう子そういう話も聞いてるしねなのでちょっと今回意図的に、まあ、前々回もそうなんですけど一番に持ってきました心折られちゃダメだよ最初にできねえなって思ってもその後が全部できないわけではないのでいいかな <laughs> その小さな経験をさしたね今回一番に持ってきたんですがでまず質量パーセント濃度まあ公式からですよねでちょっと日本語でえ書いあいいか,かおっと飛んだ書いていくとまあ分数なわけですよ要使うね で下に溶液上が溶質溶液分の溶質 ×100 です質量パーセント濃度はねまあ溶液と「ってて,て溶質が何ぞやって話にはなるんですけどっと囲っときます。 でですねまあ、今回食塩水を使ってます上のふわふわは抜けてるけどもいいか使っててであのね食塩水っていうのはここにまあ水がありますと水でそこに食塩をこう入れるわけですよね食塩水の中に食塩を入れることによって食塩水になっていきます で入れた後これをね入れた後だからじゃ赤と青ちょっと待ってペンが手,手が2本しかねえ食塩を入れた後なんで水とこう食塩が混ざってるじゃないですかここ食塩水できてますよねその混ざったものが溶液です完成した食塩水が溶液じゃあ溶質って何かっていうと混ぜてる食塩の方です 食塩で一応この公式習ってる時には溶液溶質もう一個溶媒っていうのを習ってるんですけどその溶媒っていうのはもともとあった水ですそれが溶媒なんだけどまあ公式には一応関係がないので溶液分の溶質出来上がった食塩水分の混ぜてる食塩なんだと思ってください。で話を戻してまず質量パーセント濃度10%の食塩水があると。 でこれが食塩水が100あるんだってでこの状態で 100g の食塩水そして10%こっから食塩何 g 混ぜてるんすかっていうのをまず求めなきゃいけない求めなきゃいけないとで知ってる方はこれ 100g になってるからあ10%っていうこの数字がそのまま食塩になりますだから 10g ってすぐ分かるんだけど 食塩水全体が100だとねで一応公式当てはめるとね食塩ここ求めたいんで、X、って置くじゃないですか。で今溶液全体は 100g なんで 100g 分の求めたい食塩を、X、×100 ねその公式が今10%って言ってるからこうなるの。 でこれ今100と100約分で消えてしまうから結局 x=10 で混ぜてる食塩は 10g でしたっていう問題これでも1個の問題が完結します正直食塩水 100g10% です混ぜてる食塩何 g ですか 10g ですでもいいぐらいなんだけどここでねまあ終わってくんないんですがこの問題はじゃあ今こいつにほやこいつを2%にしたい濃度をね じゃあその時食塩素で作るために水をあと何グラム混ぜればいいですかっていうだから足すんだよ水をねじゃあ足した水をじゃあ Y にしましょうか Y グラムとしますじゃあ公式当てはめましょう水を足してるんですけどもともと100グラムはあります100グラムに水を混ぜてるので下の部分は100プラス今足した水の Y になります で上で上すじゃあ食塩いくつって今新しく食塩は混ぜてないんだよね水しか新しく混ぜてないので食塩の量は変わりません最初あったら10から変わってないだから溶液分の溶質 ×100 イコール2%にしたいから2にしてくださいでこの計算方法まあいろいろあるとは思うんですけど自分がよく言うのはこれまず ×100 って上とかけるからさ 10×100 でこう1,000にしちゃうじゃないですか こうやってね、間違ってもここの100とこれ約分できないからねこうなる。で消しますすすをさ、無理やり分分数にすると1分の2ですよねこれここだけじゃないんですけど数学とかでも使えるんですが分数イコール分数ちょっと黙ったな分数イコール分数になってる時分数イコール分数だよになってる時×掛けっていう技これは俺が言ってるだけですけど×掛けって技が使えて×に掛け算してくださいこうやって。 だから、こことここ掛け算すると、まずろんカッコ使わなきゃだけど、2カッコ100プラス Y ですよね。2と100プラス Y をかけました。イコール、こっちの×はかけると1000ですよね。この式、こうやって変形できます。×掛け使うと。で、あとはこれは分配法則で200プラス 2Y になるから、まとめると 2Y イコール800。つまり、2で割ると、 Y は 400g 混ぜたのは混ぜた水の量は 400g でしたとこれで終了となります1番だけでめっちゃ時間取ったないいかなこんな感じでね解いてみてくださいでは2番です、えー、静脈にはところどころに弁があると、まあ、静脈に弁があるんですけどその役割を書きなさいという問題まあ簡単にいきましょう役割は これね最初のこの「血液の」っていう言葉を忘れないようにしてこの動画見てくださってる方の中も何人いるかわからないですけど多分ね1人か2人最低1人か2人はこれ抜いて逆流を防ぐたためって書いいい方もいると思いますこれね、あのー、血液を抜,抜くと怪しいです罰くらいかもしんないえ何の逆流を防ぎたいのって話なんだよね血液抜いちゃうと。 血液の逆離を防ぐために便がくっついて,ます、まあ、便っていうのはこう血液があったときにまあこういうやつですねこう血液がこう流れていってるときに反対にいかないからこういうふうに逆に戻らないようになっておりますでちょっと余談になるんですけど、えー、血液には静脈と動脈というのがありますねこれカッコつけるとまずいな。 動脈がありますと。で、えざっくりまとめるとこ口でごめんね、書くとこないんで。動脈っていうのは心臓ありますね、みんな。心臓から送り出される方が動脈です。え心臓から送り出される方入ってくる方心臓に入ってくる方が静脈です。で、特徴としては。 えー、動脈の方が血液ね、ドゥクドゥクってなっ血液からあごめん、心臓から送り出されてるんで勢いがあるんですで勢いがある分その勢いに耐えなきゃいけないんで動脈の方が皮が厚い皮っていうかその厚いんです動脈自体が破裂しないようにねで静脈の方は勢いがないので逆流を防がなきゃいけないの勢いがさブワーってなったら逆流なんかできないんだよでもこっちあと勢いが動脈ほどないので 逆流を防ぐために便がくっついてるといいかな、まあ、動脈のねその皮が皮がって厚いっていうのも覚えておいてください皮がって言い方おかしいよね何だったっけちょっと待って <laughs> えっとどこだあ,のあごめん壁が厚いんだよなんで皮つったごめん、ま、お待たせしました壁が厚いです動脈ねじゃあ3番いきましょうえ一度水に溶かした物質を 再び個体ととして取り出すとたたたたたたた例えばさっきの話でいくと食塩水作りましたよね食塩っていう個体を混ぜて食塩水を作りましたそっからもう一回食塩を取り出すんですでこれなんてなんていうかっていうとまあ「再び」っていう感じ伝ってるからねそれうまく使って再結晶と言います。 再び結晶として取り出すからね再結晶言葉を覚えておきましょうさあ,、えー4まあ4番4番5番セットなんでねこう一緒にいきますで今どっかにちょっと図を、まあ、出してるかもしれないんですがその絵ありましたね4番この岩石の作りを何というかっていうでこれはもうポイントとしてはここです大きな鉱物同士これが組み合わさってるんです、まあ、図見たら分かるように大きな粒がいっぱいボン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 ってなってる で、これを何と言うかっていうと等しい粒にも乗まあ等流乗ですねに組織をくっつけて等流乗組織と言いますこれが答えです今回の4番等流乗組織でやっぱ等流乗組織と一緒に覚えなきゃいけないのがもう一個 えーっとちょっとふわふわ出しとくか「王」に「文」に「王」ね「繁盛組織」というやつです。繁盛組織ね。登竜上組織っていうのはまあ等しい粒です。おっきな粒がいっぱいあるのが登竜上。そして繁盛の方はまあ粒もあるんですけどその中がもうこういうチュチュチュってなってるんです。 うういう感じ。これが繁盛組織です。で余談で本当、余談が足されていきますけど繁盛組織がもし出てきた時にやっぱ覚えなきゃいけないのがこのちっちゃい粒の方が石器って言います。石器で大きな粒のやつを繁盛組織の繁を使って繁晶と言います。 割とこの大きな粒の名前聞かれて「半生」って書くミス出てきやすいので気をつけてください石器と半生ね、まあ、4番の答えはこれだとで間がそこに空いてるんで5番いきましょうでこの濃硫所組織はですね、えー、マグマが冷えて固まってできたものであるとでこれ実がどのように冷えて固まったと考えられるか簡潔に書きなさいとえー、まあシンプルにですねえー、っと場所も一応書くか どう固まったかえー、と地下深くでだ深いところでゆっくりと冷えて固まったんです地下深くでゆっくりと冷えて固まったとこれが答えになります5番ねでまあどういう状態かっていうと まあ、山があったときに、まあ、まえー、と、地下で、ね。こう、まあ、マグマがあるわけですよ。あって。刀流、刀流上組織っていうのは、この深いところ。こういうところで、時間をかけて、ゆっくりゆっくり冷えて固まるんです。だから、全体的に大きな粒が冷えて、ちゃんと固まってできるんです。大きな鉱物同士がこう組み合わさって、ドんどんどンって。 逆に繁盛組織の方はこう入り口付近この辺でじ、えっと、近くと浅いところでゆっくりではなくて急に固まります短い時間で固まっているのでその粒になりきれてないのがいっぱい出てくるこうやってだからこういうふうになりますこの違いがあるので気をつけておいてください で6番ねこれも計算ですって実はこの6番の問題はこの銅と酸素の問題の中でもちょっと優しいレベルになってるなぜかっていうと最初銅 0.8g を空気中で加熱して完全に酸素と反応させると 1.0g の酸化物が生じたと書いてありますそっから銅と酸素が何対何で比率でくっつくのかっていうのが分かるんだよね計算しようと思ったら実はこれ暗記しなきゃいけないまずい ささせられれるとここなんでこれ覚えちゃってください銅と酸素ってくっつくと酸化銅ができるんですけど比率4対対でくっつきます4対1だから付け足すと銅と酸素くっつけたら今言ったように酸化銅できるんですよね。酸化銅のグラムを計算しなさいっていうのも出てくるので。 4対1でもう一個比率をくっつけるんだったら銅と酸素くっつければいいからさ 4+1 して酸化銅は5になりますただ今回使うのはここねここだけ使うの4対1でそれを分かってれば今銅を 2.0g 空気中で加熱したいんだってその時に反応する酸素の質量だから銅が 2.0g です 酸素いくつっっっててて言るかかからららわないい x でですここで式作ればええやんっていう話つまり式書くと4対1イコール2対 x。まあ鈴鹿の比例式と一緒ね中中外外で計算しますこれに関しては。でそうすると外外で 4x 中中で 2x イコール4分の2だから2分の1なんだよね。ただ理科で分数で答えることはできないので2分の1って0.5だから。 1>, 1 ÷にすればね上÷下だから1 ÷にして0.5なんで答えとしてはとなりますこれが終了。で一応最初に同 0.8g ここが0.8だと最初ね。その時に酸化銅が1.0できましたって言ってるじゃん。ってことは酸化銅が1.0できたってことはくっついた酸素は0.2だよね。 銅が0.8の時に酸素は0.2くっついたって言ってくれたら問題が。で、これ、えっと、両方とも10かけると8対2だよね。で、2で割ると4対1だからこれをね、与えてくれてるの。覚えてなかったからね、傾けっていう感じでね。なんですけど、ぜひぜひこのまま、あの、銅と酸素は4対1は覚えておいてください。で <laughs>、今回。 やっぱ、ね、ちょっと入れすぎたね板書の出来度が足んなくなってるんですがちょっともう一個足していいですか銅と酸素の問題こっちの方が出てきやすいんですけどみんながこれを勉強した時にもうワンセット覚えてるはずです何かっていうとマグネシウムと酸素ですくっつくと酸化マグネシウムができるんですがこいつらも比率が決まってますこれがマグネシウム3 酸素が2ですこの銅と酸素ももちろん大事なんですがこのマグネシウムも必ず覚えておきましょうえー、無理と思ったそこのあなたえまあ覚え方としてはですねこっち割るとなんか覚えてくれやすいんだけど4対1じゃないですかでこれ両方とも足すと5なんですよマグネシウムも酸素もね、まあ、5ってことを覚えてもらって4132の数字もなんとなく覚えてるでも逆になる可能性がある1対 4?2 対 3? みたいなね その時は両方とも酸素の方が少ないです。必ず銅の方が多い。酸素が必ず少ないっていうことと、まあ四一三人の数字のコンビを覚えておいてもらえれば、ちょっとミスは減るかなと思いますので、そんな感じで覚えておいてください。でもって最後化学反応式でございます。まあ超有名なね水素と酸素ですえ水素と。水素と酸素をくっつける、まあえっとね、えー、くっつけると水ができますと、でそれを化学反応式にやっていくんですが。 まず水素 H2 ですねこれは絶対覚える酸素 O2 ですねで必ず矢印です水は H2O ですねこれは覚えましょうであとは数合わせゲームですね、まあ、前回ね、えっと、ビンゴゲームビンゴゲームじゃねやえや、ー、えと何でもないですはい数合わせゲームをやっていくんですが今これは H2 っていうのは その H 2がくっついているので、その名の通り H が2個あります。こうやって。で O 2も同じです。O っていうのが2個あるよと言ってます。右側です。H 2 O っていうのは H 2なんで H は2なんですよ。でも O の後ろも1が隠れてる。まあ1は書かないんでね。だから O が1個しかありません。矢印の右側と左側でその数が絶対に合ってなきゃいけない。 じゃなないいと化学反応式は完成ししので数合わせをしに行きますどう合わせるかっていうとまずは O からなったね O からいくとこっちは1個こっちは2個ですつまりこっちを2個にしたいでも H2O2 なんてそんな改造はできないのでここに2をつけますそうすると H2O がもう1個2個って意味になるのでもう1個 H2O 作っちゃって OK ですこれでそうすると O が 2個ぴったりになりました。りりなましじゃあ H。H こっちは2個です。こっちは4個になってしまったのでこっち側の H 2をもう1個増やせば2個にしちゃえば H も4個4個で数合わせが完了したのでこれが化学反応式になります。 ちなみに今回は水をね、そのくっつけてか、加合させて水を、あごめん、水素と酸素を加合させて水を作ったのがこれ。で、水っていうのは逆に電気分解って言って電気かけると分解できるんですよ。水っていうのから水素と酸素に分解できるんですけど、それもこれの反対です。 こっちを先に書いて、矢印 2H2 プラス O2 って書けば、水の電気分解も皆さん解くことができますので、まあ、こんな感じで。もちろん、マランキしてもね、構わないんですが、えー、化学反応しが嫌いな方は、こういう数合わせゲームをしてるんだと思って、ぜひやってみてください。では、今回はね、高校受験対策の死守シリーズ第15弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありましょう